インジニウムエンジンは、インドタタ自動車の子会社である、イギリスジャガーランドローバーのガソリンエンジン及びディーゼルエンジンの系列である。ジャガーランドローバーが、フォードモーターグループの高級車部門、パクグループから離脱したことに伴い、自社開発で完全新設計したエンジンである。燃費、環境性能の大幅向上と高性能を両立させており、軽量化と効率化を極限まで追求。 ディーゼル微粒子除去装置や尿素 SCR システムが採用され、ユーロ6だけではなく日本のポスト新調機器性もクリアできるだけの排ガス性能を持つ。また、徹底的に内部摩擦を抑えるように設計され、振動抑制のためツインバランサーシャフトを採用している。また燃料噴射装置のインジェクターを切り離し、 噴射ポンプのドライブスプロケットを 0.5mm の楕円型とすることで静粛性も向上している。この結果、163PS 仕様の燃費は 75mpg という驚異的な数値となった。近年流行の古毛アーキテクチャーの思想も取り入れられている。500cc の基本構造をもとにガソリンディーゼル領主に対応可能なモジュラー設計となっており、三気筒。 4気筒、5気筒、6気筒に拡張可能である。2015年にディーゼルが、2017年にガソリンが製造開始、パクグループ所属時代に搭載されていたフォードグループのエコブースト及びデュラトルクエンジンは2015年以降、インジニウムエンジンに置き換えられる。ジャガーラントローバージャパンメディアセンター、パープル j l r j j p 2019年11月28日閲覧。ジャガーランドローバー、インジニウム4気筒ガソリンエンジンを新開発。業界先取り、自動車ニュース2019国産社から輸入車まで、オートックアン。オートックアン。2019年5月26日閲覧。ありがとうございます。